愛せよと解いたいわの
我的魂心
Thank you.
頭の中で苦しみ信じたりしてられた水曜日に食べるように治り主としてお迎えいたします。どうぞ神様、今私たちの心にある偶像、イサクを、高慢を、主をあなたの前にお返しし、悔い改め、改めてイエス様をお迎えし、改めてイエス様を礼拝できるこの人たちでありますよ。イエス様どうぞ働きください。この途中、この場所に向かおうとしている兄弟姉妹がいたら、主をどうぞその足を早く強めてください。インターネットで礼拝する兄弟姉妹方の上に神の祝福がありますように。イエス・キリストの皆で感謝し、お捧げし、お祈りいたします。アメン。皆様おはようございます。クリスマスおめでとうございます。どうしちゃったんでしょうね。もうなんかクリスマスにやる気を失ってしまったおし、ですけれど、まあでもやりますね。それは、やっぱりね、あの世の中の人たちが興味があるからなんですね。でもどうしてでしょうね。というのはですね、まあ私はね、キリスト教に興味がなくなってしまったんですね。キリスト教であれば、クリスマス、イースター、ペンテコステ、まあこれがですね、非常に大きな、イベントですけれど、しかし、キリスト教を興味を失い、イエス・キリストに興味を持った時にですね、これは、クリスマスが特別なことではない、聖書の全てが特別なことであり、また、毎週の日曜日が、特別なことである。ユダヤ人たちにとって金曜日の日没から土曜日の日没まで、まず金曜日夜になります、星が一つ光る、その時から、ユダヤ人たちの安息日が始まる。そして土曜日、二つ星が、ついた、その時まで安息日が続く。まあ、それはですね、厳格に守ってきた。でもその安息日っていうのは解放であり、喜びであり、それは私たちにとっての最高の祝福だっていうことをユダヤ人を通して教えられます。でこの日曜日っていうのもですね、それと似てるんですね。でこの日曜日もですね、必ずこの日曜日に、礼拝しなきゃいけないとは聖書は教えてないんですね。それは弟子たちが、日曜日、来る日曜日ごとに礼拝してきたというその伝統なんですね。まあ、しかしですね、この日曜日の礼拝を、失うことは思いません。
なぜならば、それはイエス様が蘇ったということを記念するからです。その日が特別というのも、そのイエス様が復活したんだということを思い起こす。それが毎週一度持つべきだということを聖書は教えていると思います。まあ、そういう意味でクリスマスはですね、本当は毎週、イエス様が生まれたんだということを、私は、講談から述べ伝えています。ある教会へ行くとですね、このクリスマスの時にしかイエス・キリストの話をしない。あるいは、クリスマスの話をしない。でも、まあ、私は最近ですね、この公開説教をするようになってから、その部分を中心にね、話すようにちょっと少ないですが、そういうことになってから、どうしてもですね、その場所を中心に話すので、天地創造、そして、人間の堕落、そしてイエス・キリストが来られ、十字架と復活で救いを完成した、これを信じたら救われる、そしてこれを伝えましょう、この一連の大きな流れ、そして最後、イエス・キリストは空中に転居される。あ、空中に来られる。そして私たちクリスチャンはそこに敬拠される。それから7年間の大患難時代が始まる。そしてその大患難時代が終わったら、メシアであるイエス・キリストはあのエルサレムに王として戴冠される。それから千年の王国がスタートする。そしてその千年王国が終わった時に新しい天と新しい地が作られる。聖書というのはこう大きな流れ、いにしえの昔からこういう流れがあった。でもその中の一つとしてイエス様がこの地上に生まれてくださった。やっぱりこれは大きなことですね。人間と神は遮断されてしまった、切れてしまった。しかしもう一度神の側から来てくださった。そして神とつながることができる道を与えてくださった。これがクリスマスですね。日本では商業ベースでクリスマスが行われてますけど、本当のクリスマス、それは一体何なんだろうか。今日は聖書を通して本当のクリスマスという題でメッセージを取り継いでいきたいと思います。ルカの福音書2章8節から16節です。聖書はルカの福音書2章8節から16節を読みします。皆さんどうぞお開きくださって、どうぞ目を留めてください。2章8節から16節。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは広く恐れた。使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のために素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって会話桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いたちと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。井戸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、父飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話桶に寝ておられる祈り事を探し当てた。ハレルヤ、これはすごいことですね。羊飼いたちがイエス様を見ることができた。今日私たちもイエス様を見ることができるように祝福いたします。第一番目、本当のクリスマスはどんなクリスマスであったか。まあ、そのクリスマスをですね、天使は告げた。それが今日の聖書の箇所です。まず一つ目はですね、その赤ちゃんが生まれた夜に主の栄光が出た。赤ちゃんが生まれた時に主の栄光が来た。これを社会なグローリーと言います。一緒に言ってください。社会なグローリー、これ一つのですね、聖書のキーワードになりますね。社会なグローリー、これはいつ社会なグローリーがあったのか。神様がですね、天地を創造されました。その時に言葉を持って創造したんですね。その時に最初何て言ったか、光あれと言った。そうしたら光ができたね。でこれはですね、この光っていうのは太陽のことじゃないんです。
この光は盛んなグローリーな神の臨在であり、すべてのエネルギーの源、神が天地を創造したときにその盛んなグローリーがあった。そしてイエス様が来られたときに、もう一度その光の根源である盛んなグローリーがあった。これは神が来たんだ、このイエスは神なんだ、もう一度天と地を創造するんだ、そういうことをですね表してるんじゃないでしょうか。今日この社会のグローリー、神の光がここに来ています。これは目に見えないんだけれど感じることができるんです。今日皆さんの心がこれを感じることができるように祝福します。神はあなたにそれを感じさせたい。しかしですね、もともと人間はそれを感じることができたのに感じられなくなってしまった。今日皆さん感じてますか？他のこと考えてないでしょうか？皆さんイエス様に失礼ですよ。他のこと考えてイエス様に私たちの思いを向けなくてはいけません。イエス様は神です。そして私たち人間の全てでした。しかし人は神から目をそらしました。悪魔によって善悪の知識の木の実に目をそらします。神以外のものに目をそらし、そしてそこに興味を持ち、神からそちらへ移ってしまった。それが罪です。その瞬間神と切れてしまった。今私たちの心の中にもその性質がある。私たちの関心が神よりも他に向きたくなる。それが罪の性質なんです。神様以外のものに目を向きたくなる、目に見える他のものに興味を持つ。でもそれが罪の性質なんです。罪というのは悪いことしたとか、あるいは取った取られた、そういうことではない。神以外のものに目を奪われ、気を奪われる、それが罪であり、そしてその罪が人を絶望的にしてしまった。ある人は人間をですね、性悪説か性善説だと言います。性悪説って何かって、人間はもともと悪いものだというふうに考えるのを性悪説です。で、性善説って何かって、もともと人間は素晴らしいものだと考えるのが性善説です。皆さんはどっちだと思いますか？人間はもともとどっちでしょうか？聖書は性善説であったと書くんですね。つまり人間はもともと素晴らしかった、素晴らしいという記憶があったから、アダムとエヴァが罪を犯した時にですね、自分は素晴らしいと言った。どういうことでしょうか？罪を犯したのに私は悪くない、妻が悪い、妻も私は悪くない、蛇が悪い、これがですね、心の深いところで自分は素晴らしいっていうことを記憶しているから。なんで人間は人のせいにするんでしょうか？なんで人の自分の罪を認めるのが嫌なんでしょうか？それは自分は素晴らしいと、そういう記憶があるからです。しかし人はですね、決定的な神と切れて罪が入ってしまいました。その罪が入った瞬間、何が起こったんでしょうか？その瞬間に起こったことは、それは、こんにちは、こんにちは、大変な神との断絶でした。神との断絶、その結果何が起こってしまったんでしょうか？神との断絶の結果、人は死んだんです。今日私たちは死んでいる存在です。この死が、おはようございます、一人一人の中に入っている。どうぞ。死というのは神から離れた結果のことです。そして私たちは死が入っている、すでに死んでいる。だから私たちは辛いんです。
私たちは悲しい、私は苦しいんです。先ほど人は性善説だと言いました。人は素晴らしく作れた。しかし人は死という病気にかかって性悪説になってしまいました。なぜならばこの病気は治らないからです。皆さんは死という病気にかかって、まあ、道理で苦しい、道理で生きるのがつらい。一体それは性悪説なんだけれど、人が悪いんでしょうか。まあ、悪くないですね。まあ、どういうことかっていうとですね、まあ素晴らしい人が、まあ人ってみんな素晴らしいんですけど、その人がね、がんになってね、末期がんになったとします。もう死ぬような状態。で、この人はですね、悪いでしょうか、悪くないでしょうか。末期がんの人は別に悪くないですね。がんが悪いんです。同じです。罪が悪いんです。皆さんが悪いわけじゃない。罪が悪い。罪は死という病気です。その罪は皆さんを恐れさせ、皆さんを苦しめ、皆さんを絶望のどん底、絶体絶命の状態にしてしまった。その絶体絶望的な、その皆さんを救える唯一の方法は何でしょうか。いや、それが赤ちゃんとして生まれたイエス・キリスト。私たちのこの絶望を救う唯一の希望、それがイエス様。でもそのイエス様が来た時にですね、羊飼いたちは恐れたって書いてあるんです。2章9節、主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは気の遠さだ。罪を持った存在というのは光を、神を恐れる。ヨハネ3章19節からこう書いてある。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからだ。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。罪を持った人は光を恐れる。で、この恐れは大きく分けると3つあるんです。1つ目は過去に対する恐れです。私の過去が知られてしまう、私の本当の姿が知られてしまうという恐れ。2つ目、現在の恐れです。現在生きていくのが怖い、辛い。そして未来において死ぬという恐怖。過去、現在、未来に恐れがある。でも聖書はこう書いてあります。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放するためにイエスが来たんだ。しかし皆さん、罪から解放するために、その絶望的な病から解放するためにイエス様が来たのに、恐れるんです、イエス様。そして、イエス様から背を向ける。これが罪の性質。イエス様を嫌がるんです。だから罪人はイエスを十字架につけたんです。救いに来たのに、愛しておられるのに、人々はイエスを嫌がった。迫害した。十字架につけた。皆さん、だから伝道は難しいんです。こんな素晴らしいイエス様が来たのに、人々は罪の性質はイエス様を嫌がる。でも天使はこう言いました。恐れるな。二章十節からルカこう書いてあります。彼らは、御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今この神全体のために素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。だから罪の性質は光、救い主、神を嫌がる。背を向けたくなる。見たくない。しかし、このお方は嘆いておられる。恐れることはない。まあ、例えばですね、アリを救おうとする。まあ、アリ地獄落ちちゃう。まあ、こっち行ったらね、アリは死んでしまう。アリ地獄がいるからこっち逃げな。例えば私たちが言ったとしますね。でも、アリはですね、私たち人間の方が怖いですね、アリ地獄。あのでっかいのに潰されたらひとたまりもない。
こっちの方が怖いよってですね、人間の言うこと聞かないと思う。じゃあアリを救うためにどうしたらいいか。アリになる。そしてこっちだよって言ってあげるしかないです。だから同じように神が私たちと同じ人間の姿をとって今日ここに来てください。あの2000年前生まれてください。恐れる必要はない。私のもとへ来なさい。あなたを救う、あなたを休ませてあげよう。皆さん今日赤ちゃんであるイエス様のもとへ参りましょう。恐れるな。本当のクリスマスが今日あなたのもとへやってきます。皆さんがこの赤ちゃんイエス様のもとへ来るなら本当のクリスマスが今日やってきます。教会でもですね、もしかしたら今イベントや、商業化してしまうことがありえます。本当のクリスマスは何でしょうか。赤ちゃんとして生まれたイエスのもとへ来てイエスを受け入れ、イエスを礼拝する。皆さんが今日本当のクリスマスを体験できますよう祝福いたします。2番目、このクリスマスというのは旧約聖書の予言の成就でした。気まぐれできたんじゃないんですね。聖書は繰り返しメシア、救い主が生まれる、旧約聖書で繰り返し語ってきました、世界中の多くの宗教の教祖は後から神話を作ります。北朝鮮の将軍様もそうです。実はこの人はこういう人だったんです、こういうことが言われてたんです、武勇伝を作って。しかしイエスだけは違うんです。とこしえの昔からやがて来るよ。そして来たのです。だからこのクリスマスというのは予言の成就だったんです。気まぐれに想定外のことが起こったんじゃない。そうなるよ、来るよ、言われていたことが起こった。じゃあこれが聖書のクリスマスです。今日このイエス様を私たちは信じていきたいと思いますね。だから聖書の言葉っていうのはね、語られたら必ず成就するんですね。完了形で書かれている聖書の言葉は完了形。聖書が癒したって言ったらですね、必ず癒される。聖書が癒すっていうふうに言ったらね、癒すって言葉と病があったとしたら必ず癒すというその言葉が勝つ。聖書が語ったら必ずその通りになる。だからそういう言葉なんです。だからイエス様が来たんです。でこの来られたイエス様にはね、まあ大きく分けて3つの名前があります。主イエスキリスト、主イエスキリスト。まずイエスっていうのはね、もろもろの罪から救うという意味なんですね。私の罪という死の病気を救ってくれる。私の辛い気持ちを、私の死をあがなってくれる。皆さん、それがイエスです。今日皆さんは愛されています。その救いはその愛を知ることです。死から解放されること。二つ目、キリスト、ヘブル語ではメシア、日本語では救い主、救世主です。世を救うお方、キリスト、メシア。なんて素晴らしい響きでしょうね。罪を救うお方がイエス、そしてキリストは救世主、救い主。そして3つ目、主、ギリシャ語ではキュリオスっていうんですね。ユダヤ人たちはこれをですね、神と同じ意味で使っています。だから皆さん、あの赤ちゃんは、ね、神なんです。そして罪をあがなって救ってくださるお方、ただもんじゃないです。今日この赤ちゃんの前に私たちは膝をかがめ、この救いを受け取りたいと思います。で、聖書が語っているのはですね、さらに印が与えられたというのは、ね、印、この赤ちゃんは印だよ。2章12節、あなた方は布にくるまって会話桶に乗せておられる緑棒を見つけます。これがあなた方のための印です。印、
まず一つ目の印は会話桶だ。会話桶っていうのはですね、エツレヘムという町の、洞窟の中にありました。まあ、これはね、伝説的には馬小屋だって言われるんですけどね、実際は羊小屋でした。羊小屋、ベツレヘムっていうのはね、パンの家っていう意味です。パンの家、パンの家、パンの家という町に命のパンであるイエスが生まれた。そして羊の家畜のその会話桶の中に神の子羊が生まれた。だから素晴らしいですね。でこの会話桶の中に、この洞窟に生まれたっていうのはね、どういう意味かっていうとね、私たちの固い心を表します。私たちの固い心、その固い心の中にまでイエス様は来てください、来てください。皆さん、イエス様というお方は壁を打ち破ることができるお方、壁を通過することができるお方です。復活のイエスは特にそうですね。壁を破って、お元気ですか、そのように、ね、声をかけてきます。今日皆さんの硬い心の中に入って生まれてください。これが印です。二つ目、無抵抗の赤ちゃんだ。なんでイエス様は無抵抗の赤ちゃんであったかって、それはですね、イエス様が十字架につけられて無抵抗で死んでいくことの印です。第1章53章7節、彼は痛めつけられた、彼女は苦しんだが口を開かない、小栗場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている羊のように彼は口を開かない。だからこの赤ちゃんは無抵抗で、同じようにイエス様は無抵抗で十字架に引かれていった。じゃあこれが印だ。そしてもう一つはですね、布にくるまれていたっていうんですね。布にくるまれていた。でこの布はですね、実は人間の死体、死んだ人の体を包む布だったんです。生まれた赤ちゃんは死体をくるむ布でくるまれた。じゃあ生まれた時から死の影を背負っている。この方がやがて十字架にかかる、そのことを運命づけるかのように、そのことを印として表すかのように死体を包む布でくるまれた。羊飼いの時はきっとこれ分かったと思いますね。ああ、イエス様はこういう方なんだ。そして今日私たちもね、その意味を知ることで、イエス様がこういう方で、こういうお方として生まれたってことを、無抵抗の赤ちゃんであり、また洞窟の会話桶の中に入って、あ、そう、洞窟の会話桶、会話桶っていうのはですね、私たちの中心部分を指しますね。人に見せたくない、知られたくない、この私の最も深いところにイエス様が来てください。皆さん今日お迎えしましょう。皆さんの最も深いところ、人に見せられたくない、知られたくない、そのあなたのところにイエス様が来てくださった。これは印です。それで第3番目、招きに応えることで本当のクリスマスを私たちは経験できます。本当のクリスマス、まず羊飼いたちは招きに応えました。2章15節から、羊飼いたちが彼らを離れて天に帰った時、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って、主は私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話桶に寝ておられる身元を探し上げた。招かれて招きに応じた羊飼いはクリスマスを体験した。皆さん、恐れが喜びに変わった。恐れてたんだけど喜びに変わった。会うまでは不安だったんだけど、それが平安に変わった。そして闇が光に変わった。先ほど社会がグローリーと言った。それは天地を創造したときに光あれと言ったときに、その光、神ご自身、それが社会がグローリー。そしてイエス様が来たときに、同じ社会がグローリーという光、神の栄光が
光った。皆さん、その光が来たことで闇が光に変わった。光は闇に立たなかった。今日皆さんの闇の中に光が来ておられます。人々の罪はこの光を嫌い、この光から目をそらし、亡き者にしようとして十字架につけました。しかし皆さんは今日、その罪の性質に従うんではなくて、この光を受け入れ、この光に照らしていただこうじゃないでしょうか。皆さんは救いを得ます。罪が癒されます。神と和解します。神と共に生きる人生が始まります。明確な変化が今日この瞬間起こります。そしてこの救いは一度受けたら二度と失うことがありません。でも全ての人は招かれているが、全ての人が救われるわけではない。そうですよね。羊飼いたちは招かれて応じたけれど、エルサレムにいた宗教家たちは拒絶しました。同じように全世界に向かってイエス様の知らせが知らされているけれど、全ての人がそれを受け入れているわけじゃない。3人のうち1人、今70億と言われています、人類は。そのうちのですね、20数億がイエス様を信じました。まあ、それはもう生まれながらのクリスチャンも含まれているんでね、実際はどういう数字か分かりませんが、大体3人に1人がクリスチャンになりました。でも3人に2人は信じられないか、知らないか、拒絶しています。しかしイエス様はですね、それでも福音を伝え続けなさい。マルコ16章15節、全世界に出てき、すべての作られたものに福音を伝えなさい。エゼキエルに対して神はこう言いました。彼らのその顔は鉄のように硬い。でも彼らが聞いても聞かなくても語り続けよ。彼らが嫌がっても語り続けよ。でもこれ私たちに言われてるんですよ。すべての人に嫌がったとしてもイエス様を伝え続けなければいけない。イエス様は伝道する私たちに聖霊を送ってください。で、今日皆さん、私たちはですね、本当のクリスマスを体験するにはイエス様を受け入れただけじゃなくて、もう一つ伝道する使命を受け取るときに、皆さんは本当のクリスマスを体験することができるのです。申し上げます。私たちはただイエス様によって救われることだけを受け入れるのではなくて、伝道する使命、つまり苦しむことを私たちは、パウロはこう言いましたね。私たちは神から祝福され救われることだけじゃなくて、苦しむことを学んだ。十字架を追い、そしてイエスと共に伝道する、その使命が与えられた。皆さん、これがクリスマスです。クリスマス、福音を伝えるために必要なのは何か。それは聖霊充満、聖霊に満たされることです。人の働き一生活躍する。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。だから聖霊充満になるとき証人になります。で、証人という言葉はですね、法廷用語です。法廷で正しいことを宣言する。しかしこの時代ですね、イエス様の証人となるというのは、イエス様が復活したということの証人ですから、それを語ったらですね、この当時は何が起こったか、殺されたんです。証人になるということは自分の命が奪われる可能性があった、脅かされる可能性があった。だからこの証人という言葉はですね、マルトスという言葉が使われているんですよ、ギリシャ語 で。このマルトスは殉教者という意味なんです。今日皆さんが聖霊を受けたら、皆さんは殉教者になる。死を恐れなくなる。皆さんの命をイエス様を福音伝えるために捧げても惜しくない、そういう人に変わる。
本当の幸せな人はどんな人でしょうか。それは命を捨ててもいいほどの使命を持った人です。その使命を持ってない人はですね、まだまだ、本当の意味でですね、人生を、使い切っていない、そして喜び充実感がない。皆さん、この承認というのはみんな伝道者牧師になるってことじゃなくて、皆さんの置かれた立場で、皆さんの置かれた職場で、その場所で殉教者になる、イエスの復活を証しする、伝えていく。皆さん、それがイエス様から与えられた伝道の使命、命令なんですね。今日私たち本当のクリスマス、それはイエス様は赤ちゃんとして認め、この方を受け入れること、そしてもう一つ伝道の使命を受け取ること。多くの人たちがですね、今、意味が分からないでクリスマスを祝っています。こういう人たちが一夜を明かして罪を犯すことがなんでクリスマスなんでしょう。綺麗な飾り付けをして、美味しいケーキを食べ、その雰囲気を楽しむこと、教会でそれをやっても悪くないんです。でもそれがクリスマスだと思ったら、それはすり替えです。クリスマスはこの赤ちゃんを受け入れ、礼拝し、このお方を伝えていく、これがクリスマスなんです。サタンは巧妙にすり替えています。これがサタンの戦略ですね。第2コリント10章14節から、しかし驚くには及びません、サタンさえ光の御使いに変装するのですから、サタンの手下どもの義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。だからサタンは恐ろしい形相で来るのではない、サタンは光の天使のように私たちの目を神様から他のものに向けようと企んでいる、これがサタンの罠です。皆さんがですね、イエス様以外のものに目を向けるとしたら、まあちょっとお腹空いてきた時間だな、まあお腹空くのはしょうがないんですけどね、私たち、日常生活の中でイエス様より対決のものがある、イエス様より関心があるものがある、もしあるとしたら、それはもうはっきり言ってしまえばですね、言い過ぎかもしれないですけど、サタンに騙されています。神の国と義を第一に求めなさい。イエス様以外に私たちの関心がそれ以上にあってはいけない。イエス様はこう言いました、私のために父母を捨てなさい、妻や夫を捨てなさい、畑を捨てなさい、全てを捨てなさい、憎みなさいって言ったんですね。で、これ本当でしょうか。これはですね、あのイスラエルの地での価値観を知らないとわからないことです。捨てなさいと言ってるんじゃないんです。捨てよっていうことでイエス様とそれ以外のものを区別してるんです、鮮明にしてるんです。捨てるって言ったんじゃなくて、イエス様をもっと大切にします。私たちにとって大切なものがあっていいんです。お金も大切でしょ、家族も、人間関係も大切です。でもそれと比べ物にならないほど私たちはイエス様を大切にしてほしい。そうじゃなければ弟子になれない。私たちはそこに目が向かなかったらサタンに惑わされています。今日私たちはこのお方を大事にし、このお方に目を向け、このお方を礼拝し、そしてこのお方を今週伝えていきたいと思います。本当のクリスマスを体験できる皆さんであることを祝福いたします。一言になります。天のお父様、あなたが招いてくださり、ここで主を礼拝に来る一人一人を感謝いたします。赤ちゃんイエス様であってください。赤ちゃんイエス様、お一人お一人の心の中に生まれてください。誰にも知られたくない、その深いところに、寂しい、辛い、傷ついたその場所にイエス様来てください。そして癒してください。そしてイエス様を体験したならば、その方を伝えていくことができる習慣、精霊の力に満たされて、イエス様と共に明かししていく一週間として、私たちを祝福してください。心から感謝します。お一人お一人にお働きください。この聖書の真理を頭でだけではなくて、心の深いところで霊的に体験的に理解できますよ。
イエス様の御名で感謝して賛美してお祈りいたします。アメン。中でしばらくお祈りを捧げていきたいと思います。イエス様は今日私たちのところに来てくださいました。これが私たちの必要の全てである一番必要なことです。私たちの答え、私たちの死の病の治療者、お医者さんをイエス様しかいません。イエス様癒してください、出会ってください。そしてこの救いを体験してイエス様を礼拝させてください。お願いいたします。皆さんでしばらく今日のメッセージに応答してお祈りを捧げていきたいと思います。イエス様、出会うことができます。彼に手を渡すようにお願いします。一人一人を主よ、素晴らしいイエスキリストの礼拝にできるこの礼拝へと招いてくださり、このように感謝いたします。ありがとうございます。心からありがとうございます。生まれてくださりありがとうございます。そして神様、子供たちもいます。子供たちも赤ちゃんイエス様に出会うことができるように、大人も赤ちゃんイエス様と出会うことができるようにお願いいたします。あなたは生きておられます。あなたはここにおられます。あなたは社会の神、神の命、神ご自身、神の光です。主イエス様、この光が、この栄光がこの場所を照らし、神を私たち体験できますようにお願いいたします。この国を救ってください。主イエス様、どうぞこの国、皇室を作り、安倍総理大臣に導いてください。この国の全ての人たちにイエス様が伝えられるように。主イエス様、目には見えない壁があります。主イエス様、それは悪魔が作ってきました。罪の力によってもたらされてきました。この素晴らしい国、日本が救われることを悪魔は必死に阻止しています。主イエス様、だからこそ私たち精霊に満たされて福音を伝え続けていきます。主イエス様、どうぞ私たちを教えてくださいます。苦しんでいる人たちに届いてください。教育者たちに届いてください。影響力のある人たちに届いてください。与野党議員に届いてください。官僚国に届いてください。主イエス様、公務員たちに届いてください。マスコミ関係者に届いてください。アスリートたちに届いてください。サラリーマンたちに届いてください。社長、CEO に届いてください。ホームレスの人に届いてください。外国の人たちに届いてください。子供も大人もおじいちゃんもおばあちゃんも、すべての人たちに届いてくださいませ。お願いいたします。死にたいほど苦しんでいる人たちに届いてください。自殺をとどめてください。不治の病を癒してください。あなたが出会ってください。ここにある人たち一人一人に神様、あなたの解決をお願いくださいますように今日からお願いいたします。イエス・キリスト様、ありがとうございます。あなたを信じます。あなたを求めます。あなたを信じます。あなたを求めます。あなたを信じます。あなたを求めます。今週あなたを必要としている人たちを使わし、またその人たちと出会い、イエス様、私たちがイエス様の愛を分かち合っていくことができるように、主イエス様、どうぞ私たちのこの習慣を用いてください。クリスマス、多くの人たちがイエス様を知ることができる機会となりますように、各教会にクリスマスの礼拝を覚えてください。クリスマスの習慣を覚えてください。また各イベントを覚えてください。イエス様が使えている全世界にどこにおいてでも、イエス様、あなたの臨在が豊かに表されていくことができるように、これからお願いします。イエス様、ありがとうございます。あなたを礼拝します。これから賛美し、イエス・キリストの名で感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんで一緒に、立ち上がってですね、賛美をしていきたいと思います。お父様、どうぞこの賛美、そしてそこにものを受け入れてください。キヨシコのやること一緒にですね、皆さん立ち上がって賛美していきましょう。君の死この夜星が光り、すべて
そう、高田の時の仕事は君よし忠実な方というふうに参加いたします。聖書の神様は契約の神様です。
アダムの契約、そしてアブラハムの契約、ノアの契約、ダビデの契約、土地の契約、そしてイエス・キリストにある新しい契約。私たちの国、日本はですね、あまり契約を重んじないかもしれません。契約というのは何かというと、一度それを結んだ以上、それを決して保護にできない、こういう条項に関しては別だというね、条件付きの契約もあります。でもイエス・キリストの契約はですね、無条件契約で、常しえの契約です。私たちが信じさえするならば、私たちがどんな悪い人間であっても、私たちがどんなこれから間違った行いをしようが関係ないんです。それほどイエス様の救いは確かなんです。その常しえの契約、変わることのない契約に基づいて私たちは救われている、そのことをもう一度確認して感謝することができますように、さあお願いいたします。恵み大天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願う殺しの慈しみと十字架の恩苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより、救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり、互いに主にある家族であることを覚え、この交わりをいよいよ厚くし、この福音の証に生きるものとさせてください。イエス・キリストの名で感謝してお祈りいたします。アメン。私たちの主イエス・キリストは十字架にかけられる前夜、パンを取り感謝してこれを先こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにした。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい、これを飲むたびに私を覚えなさい。イエス・キリストを選びました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい、これを飲むたびに私を覚えなさい。今信仰を持って心の内にキリストを始めましょう。聖餐式の真心からイエス・キリストを救い主と信じることができる人は誰でも参加していただきます。ちょうどお祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださり感謝をいたします。これによって主イエス・キリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願くは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの皆で感謝してお祈りいたします。アーメン。お主よ素晴らしい方、できないことがないし、
主の言葉が全てなす主よ素晴らしい方主よ信じます全てできる奇跡は今も起こります癒しを成し心を清め奇跡は今も起こる傷ついた心を傷ついた愛の手が動くあなたの上にとどめられる全能の主の愛の手が として来られ今も働きやがて私たちを空中で迎えるために来てください千年王国の王の王としてあなたは治めてくださる新天新地を作り永遠の天国に私たちを迎えてくださる方あなたは常しえの日生のその昔から神ですそして今も神です将来も神です良いお方です。愛のお方です。主よ、あなたに仕え、またあなたを礼拝するお一人お一人を、こと応してくださり感謝いたします。主様どうぞ、あなたの十字架の復活を通して与えられたその福音の力が余すところなく兄弟姉妹の中に届きますように、今、辛い心を持っている方、罪の力から解放してください。また、病を持っている方々、その病を癒してください。また悪魔悪霊に囚われている兄弟姉妹を解放してくださいイエスの名で命じる兄弟姉妹よから手を離せ悪魔よ出て行け聖霊なる神様あなたを満たしてください病を癒してください問題解決してくださいあなたの祝福で今日溢れさせてくださいますようにあなたが共にいてくださいますように祝福してくださいアレリアあなたが赤ちゃんとして来られたイエス様祝福しますイエス様の愛で祝福しますイエス様の愛で祝福します。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 主よ、あなたの力がこの場所に臨んでいます。あなたの力が今来られています。あなたの力が今臨んでいます。主イエス様、主イエス様、主イエス様、どうぞあなたがお働きくださいますよ。お一人お一人に触れてください。お一人お一人に命を注いでください。お一人お一人に。解放と自由を与えください主を恐れていますまた死に困っていますまた罪の奴隷となっています真理であるイエス様の言葉イエス様によって私たちを自由にしてくださいそしてこの1週間あなたを伝えることのために私たちも教えてくださいますよねクリスマスのこの
知らせを私たちが体験し、また私たちが伝えていく一週間になりますよ。勝利の一週間になりますよ。罪、また、あらゆる誘惑、また、失敗、交通事故、加害者、被害者になることないように、あらゆる、事件、犯罪から私たちを守りくださいますよ。主イエス様、お願いいたします。あなたに栄光を返します。勝利者としてくださったイエス様に心から感謝申し上げます。イエス・キリストの名で感謝して賛美してお祈りいたします。アメン。誰よりもあなたを愛してる、あなたを誰よりもあなたを起こしへまで、God's
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願うとは、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、集いましたお一人お一人とともに、そのご家族、親族、一同の上に、インターネットその他メディアで一緒に礼拝を捧げられた方々とともに、今も後も、やる限りなくあらんことを。アメン。愛する人に感謝なくしを持って栄光を返したいと思います。アレルヤー。